はい、どうもヤマピーです。アジの飼育2週間目です。水温は21度です。海水は一度も変えてないのですが、蒸発した分だけ水を継ぎ足してます。バクテリアが発生したのでしょうか。海水の状態はとてもいいと思います。今から釣りシーズンになります。いろんな魚を釣ってこの水槽に入れてみたいと思います。そして今寝魚用の水槽も準備中です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。